オレーロスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカダコルーニャに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は34,133人。住民骨肖は、男女同系のオリレンス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は82.22%。オレーロスは、アコルーニャ県北部に位置し、コマルカダコルーニャに属する。 北は大西洋に、西はリアダコルーニャに面し、東はサダと、南はカンブレとクジェレードと、西はアコルーニャの各自治体と接している。自治体の中心地区はオレーロス教区のオレアル地区。オレーロスはアコルーニャ司法管轄区に属す。現在の自治体首長は AV のアンヘルガルシーアセオアーネ。自治体表議員は AV11。 ガリシア国民党7、7ガリシア社会党2、2ガリシア民族主義ブロック、1となっている。お礼ロスは9の教区に分けられている。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。